はい、皆さんこんにちは、まゆです。ということで今回のお話は、おしっこを立ってする MTF の皆さん、安心してください。なんかこう MTF の風潮、 MTF さんたちの風潮的に、なんか立っておしっこするのは心が女と言えないだろうみたいなそう、なんかね、私もこの間おトイレのお話をしたじゃないですか。その時に結構コメントで、トイレを、なんかそのコメントできたのが、今性同一性障害の診断のためになんかこうジェンダークリニック通ってます、そこでトイレ立ってするか座ってするか聞かれたんですけど、それって診断のあれに入りますかみたいな、診断の項目としてそれはなんか信憑性ない気がしますみたいないや、ないでしょう、ないと思う。だってさ、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、ちょっとこんな話するとごめんね、トイレの仕方なんてさ、親からまあ教えて、学校でも習わないし、教えてもらえるとしたらね、親がね、最初おむつから今度おまるで我慢して出すということを覚えて、で今度大きいね便器で挑戦みたいな感じじゃないですかね、トイレに関して、うん、でその中でこうそこの過程をクリアしてって、で周りの、例えば周りの自分と同じウインナーさんがついてる人たちは、なんか便器の蓋と便座を上げて、そこで立ってちょろちょろしておしっこしてる、僕もウインナーさんついてるけど、それ同じことしないといけないのかな。でね、なんかこうね、もちろん子供のね頃だからそう思うのが当たり前じゃないですか。あ、じゃあもう最初に言います、私は立っておしっこをする場合もありました。なので立っておしっこしてる MTF の皆さん、安心してね。うん、私もちゃんとじゃない、私も立っておしっこする場合がありましたので、そこはね、診断には全く関係ないと思いますね。そういったことをしてた私もちゃんと女性に慣れてるので、でなんかそんな変な質問来たら、なんかその変な質問セクハラですよっていう風に言っちゃっていいよ。ごめん、それは言い過ぎかも別にさ、立っておしっこしたから心は女の子じゃないっていうのはさ、ちょっと私は違うと思うけどね、うん、いや私はじゃあどういった場合に立っておしっこしてたかっていうと、私は基本的に洋式のトイレでは立ってすることは一切ありませんでした。お兄ちゃんとお父さんは、そのお兄ちゃんのとお父さんのおしっこの仕方は、あれ僕と同じ体の人たちが、あれなんか便器の蓋開けて次便座を上げて、あ、立って狙いを定めておしっこしてる、僕もこういう風にしないといけないのかな、いや別に座ってやればよくね、立ってやるなんてただのめんどくさがり屋がやることじゃん、汚れるし跳ねるし、だったら座って丁寧にやって落ち着きたいもんって思ってたんだよねちょっとさ、ドラえもんみたいだったよね今ねはい、まあそんな感じでね、この動画マジ面白くない、ちょっと編集ちょっと頑張るわまあね、そんな感じだったんですよね。まあね、洋式便所ではそんな感じでした。だけどそのまあ学校に上がるタイミングで男子便器っていうものを知ったんですね。男子便器がある、なるほどなるほど、これは立ってその壁に向かってトイレおしっこをするものなのか、なるほど。でも
そんなことしたくないよね。僕は個室に入るって思ってたんだよ。だけど学校のトイレで個室って言ったらうんこマンじゃないですか。もうそれはうんこマンと思われるじゃないですか。それはちょっと嫌だったので、なるべくトイレに関してはあんまりこう人と被らない時間帯、まあ本当は良くないんだけど、授業中とか人と被らないようになるべくね、違う階の使うとか、なるべく人がいない時にこう使って、あの便何個室に入って用を足すみたいな、そんな感じでしたね。でまあしょうがないことに一緒に連れてきてしまった人ね、あ一緒にトイレ一緒になってしまったみたいな、あ人がいるみたいな。一回入ってさ出てくわけにはいかないじゃん。一回入ってあ先客いるとか、お空いてた空いてた後ろから来んのかーいみたいな時もあるわけじゃんまあそういう時はまあね仕方ないから、めっちゃ離れて、めっちゃもう 2,3 個離れて、チューッ、みたいな感じでしたねだから私もねちゃんと立ってトイレをする場合があったので、うん、まあね確かに自分が女の子だと思ってるんだったら座ってトイレをするのが当たり前じゃないっていう意見ももちろんわかるよ。だけどさ、その体で生まれて途中までその体で教育を受けてきた、その体でね同じような体の人を見てきた、その結果この体を持ったからにはこういうトイレの仕方があるっていうのを知っただけであって、成人なんか心が女とは言い切れないとは言えないんじゃないかな。心が女でも生まれ持った男という体で、もちろん体の性別で扱ってくる周り、そういった環境要因で普通に何だろう、トイレの仕方はこういう風にっていうね風にこう教えられちゃったら、ね、MTF さんだって一度は立っておしっこするっていうことがありえなくはない話じゃないですか。ましてや地獄の空間学校なんて言ったらさ、ねえ僕は毎回個室に入るなんて言ってたらあいつうんこまんってなるからさ、嫌でも立ってやんなきゃいけないじゃん。だからまあなんか今ジェンダークリニック通ってて、立っておしっこするのか座っておしっこするのか聞かれました、嘘ついて座ってるって言っちゃいました、まあそれはそれでいいと思うんだけどこんな質問意味あると思いますか。いや私はないと思う、うん、どうやっておしっこしてるかじゃないじゃん、自分をどう思ってるかじゃん結局。はい、まあこんな感じで今日のお話終わりにしたいと思います。サムネ撮ります。はい、適当にどれか使ってみたいと思います。この動画が面白ければぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってるのでぜひ各種フォローよろしくお願いします。あと概要欄にサブチャンネルあります、ゲームチャンネル見てみてください。あとボイコネっていうアプリで声劇とか朗読とかやってます、ぜひ確認よろしくお願いします。ってことでじゃあねー。